えとキングコングとヒバゴンというウーマのような未確認生物を足して2ではあったようなブサイクで太った友達が筋トレを頑張ってるのにもかかわらず年齢イコール彼女がいない時みたいです、えー、彼のような人が思ってるにはどうしたらいいのでしょうかえっとヒゲ生やしててメガネかけてくださいブサイクであるというのが確定だとするとあとはその顔形が分からなくするっていう手があって髪ちょっと長めにしてメガネをかけてヒゲを生やすっていうのをやるとあの元の顔の構造がよく分からなくなるんですよね。 で、あの割と筋肉質だよねってなると、筋肉質で男らしい人っていう、そのイメージだけで、実際顔のパーツがどうなのかっていうのが分からなくなるんですよ。なので、その、顔のパーツで戦うんじゃなくて、顔のパーツが見えないようにするっていう方向で戦っとりうんですよね。なので、あの割とその女の子のブサイクの人とかで、あのここに触角垂らしてる人いるんですよね、あのアイドルとかで。 髪の毛のこの前髪のここの部分を伸ばして輪郭が分からなくするっていうのをまあ、あのアイドル業界では触覚って言うんですけどであれを垂らしといてメガネをかけたりするとその顔のでかさが分からなくなるんですよ髪の毛で顔の輪郭がかぶ隠れるのででメガネかけてそのメガネかけちゃうとその目のサイズっていうのの正解がよく分からなくなるんですよ。 っていう感じで、その目のサイズがわからないようにして、顔の輪郭がわからないようにして、で、なんか可愛い服着てると、可愛いのかなって誤解をするっていう、そういう感じになるので、か、顔が売りじゃないのであれば、その、男の人が筋トレすれば、その、なんか筋肉質な人好きっていうタイプの人いなるので、なので、そちら側で持ってるようになるっていうので、要は顔以外の要素で持てるようになると。で、顔はなんかよくわかんないから、マイナス要素が少ないみたいな。そんな感じで戦うといいんじゃないかなと思います。なので、あの、メガネかけてるやつは大体ブサイクみたいなこと言うと、後で炎上するので、気をつけましょう。はい。 僕の知り合いの先日、酒魚みをしている性格の悪いデブのおじさんとかもながな流れてますしね。はい、26歳、独身女です。パチンコ屋に勤めて9年目ですが、男性被害がついてどうしていいのか分かりません。ストーカー、過去、車に GPS も盗撮も両方などもあります。連絡先をしつ聞いてきたり、見た目は普通です。私も何が操作するんでしょうかどうしたらよくなりますか見た目がが普通が そんなに美人でもないから声をかけられないだろうっていうので多分見た目は普通ですっていうのをマイナス情報として書いてるんだと思うんですけどあまり幸せではない男性にとって見た目が普通むしろちょいぶさっていうのはプラス情報なんですよ。要はその美人な人とかは恐れ多くてとてもじゃないけど声かけられないけどちょいぶさぐらいだったら俺いけるんじゃねとかでパチンコ屋で働いてるようなやつだから。 きっと頭も悪いだろうちょいぶさだしだから俺いけるんじゃねみたいな本来マイナスであるような情報というのが頭の悪い人にとってみたら安安っってていいいうう要は安全だと思わわれちちちゃめちゃゃんんでですすよよめめ格好をした美人って時間にあんまり合わないですよでむしろそのあんまり化粧してなくてその地味な格好の人の方がこいつ触っても文句言わないんじゃないと思ってなめられて触られるっていうのがあるので。 なのであの見た目普通かっこちょいぶさは実はまあその自分にとってはその男よけになってると思ったらっしゃるかもしれないけどむしろ頭の悪い男を呼び寄せるっていうのになってるのでなので髪の毛ピンク色にしなさいあの髪の毛ピンク色の人ってほぼ痴漢に合わないらしいですよでパチンコ屋で髪の毛ピンク色で働いてる人がいたらあちょっとなんか面倒くさそうみたいになったりするのでなので髪の毛の色を変えるといいんじゃないかなと思います え男子高校生です。好きな人ができたんですけど、自分を女子と話すことはほぼありません。なので好きな人とも全く関わないです。相手を振り向かせるのはどうしたらいいでしょうか突然話しかけに行くのは躊躇しています。躊躇せず話しかけに行くべきでしょうか普段女子と話さない僕がないのに話しかけに行ったら周りにつき奪われされるし、会話が続かなくてすぐ終わってしまったら気まずいです。えっと、話しかけやすいブサイクにまず話しかけてください。あの隣のどうでもいいブサイクに。隣のどうでもいいブサイクと会話をするっていう訓練をして、女性と会話をするというのに慣れてください。 会話慣れしてない人が話しかけたとしても、その後話す話題が多分なくて、こいつなんで話しかけてんの決めで終わると思うんですよ。 なので、女性と普通の雑談をするっていうのがまずできるようになってから、じゃあ好きな人に対して話しかけて雑談をするっていうのがあるので、なので、お近くの不細工に話しかけてくださいえ。33公民の女です。大学4年の時、美女ばかり採用する大手金融一般職に内定いただきました。ブスなのに負け込んでしまった私は、内定者懇親会で同期の男性に容所力を変わるかわれ、結局内定を辞退してしまいました。未だに周りからもったいないことをしたよねと言われます。ブスでも一般職として幸せになる道あったんでしょうかあったと思います。 そのブスの定義ってて結構難しくて最近あのうちの彼女というか奥さんがあのケンナオコがいるよって言ってラルフ・ローレンかなんかのなんか動画を見せてきてでよく見るとそのケンナオコじゃなくてそのアフリカ系の人だったっていうだけなんですけどケンナオコさんって僕が子供の頃からアフリカ系の人には美人だって言われてるっていうキャラだったんですよ。 まあ子供の頃からおばちゃんだったしどちらかというとあの志村家の番組に出てるような人なのでその美人という認識が全くなかったんですけどやっぱよくよく見てみると確かに顔整ってるんですよね。なのでその文化圏によってこの人はブスこの人はブスじゃないとかっていうのをその文化圏ごとによって違うんですけど実際問題そのなんか日本でブスと言われるタイプのその一重でちょっと顎がエラが張ってる系の人ってなぜかその。 白人さんんにはモテたりするんでするで、ね、そのエキセントリックっていうことであの流知州じゃないや何だっけチャーリーズ・エンジェルに出てるアジア系の俳優さんとかも割とその一重であのちょっとエラのある感じの顔つきなんですけどでもそれでもあのアメリカでは結構人気があったみたいな感じでなのでその要はみんながみんな一般的にこれが美人だよねっていうのが好きなタイプの人もいればそうじゃないその一重のタイプの人がいるとかその小柄な人がいるとかむしろそのガタイガイ女の人がいる好きとか竜えっ そうルーシー流 <laughs> なんかルーシー流って覚えられないんですよねなんかル「ルが多すぎてはいすいません。 なのでそのキャピキャピしているエビちゃん OL 的な感じではないという意味だったとしても別になんか違うタイプの人にはこの人のタイプ好きだよねっていう顔つきだったりする可能性もあるので絶対的ブスってあんまりいないんですよね。その相対的ブスとか要はそのなんかスイカとメロンどっちが好きみたいなメロン好きの人にとってあのスイカとかって水っぽいだけじゃんみたいな甘さ足りないよねみたいのでなのでそのブスか美人かってあくまでその人の価値基準って相対的なものなのであんまり気にしなくていいと思うんですけど例えばなんか死ん みんな魚の目をしているとかデブとか性格が悪いとかあのブサイク以前の問題なのでそれは直した方がいいんじゃないかなと思いますえっと25歳の男性です友達が美女と結婚したので羨ましいです美人の彼女を作るにはどうしたらいいですかえっと美人があなたのことを好きになるような価値をあなたが持てばいいんじゃないですかね金持ってるとか自分がイケメンであるとかなんかこう社会的にチヤホヤされる存在であるとかそう考えるとねそのなんか。 なんでこの人がモテるんだろうってよくわかんない人が結構モテることがあるんですけどよくありがちなのが美女とか美人って自分の付き合う相手に美しいをそこまで要求しないことがあるんですよね要は不細工な人ってすげえ美人が好きになるんですけど美人にとってみるとその美人であるイケメンであるっていうことが当たり前なのでそれが必須事項ではなくなるんですよね。 例えばその、じゃあ、あの、自分足が速いっすっていう人って、別に相手足速いとかどうでもよかったりするじゃないですか。っていうので、その、自分が持ってるものっていうのは別になんか持ってるし、じゃあ仮に子供作ったとしても自分が美人だから、半分の DNA は大丈夫だろうみたいなのもあったりするので、実はその、あの、美女とブサイクが付き合ったみたいなのって世の中ちょこちょこ見るんですけど、あの、美女が実はその、イケメンを要求してなくて、そうじゃなくてその、優しいとか、こう、いろいろな気が利くとかっていうのを求めるんじゃないかなと思うんですよね。なので、あの、女性のアイドルとか 芸能人で芸人さんと結婚するもですかで芸人さんって別にあのイケメンとかでも全然ない人なんですけど結構そういうのでモテたりするのはマメであるとか話が面白いとか多分そういうところなんじゃないかなと思うので話が面白いとか聞き上手っていうのは結構あの効果高いんじゃないかなと思います。 えー、33歳男です。不細工なことが辛いです。モテないの仕方ないと納得できるんですが、それ以外で雑に扱われる場面が多々あるのがどうしても納得できません。これがこの先50年ぐらい続くと思うと割としんどいです。今すぐ死ぬ以外にこの苦しみから逃れる方法は何のではないかと感じます。楽になるヒントをいただけないでしょうかえっと、33ぐらいだとそろそろだと思うんですけど、あの、右れにして、清潔感があって、結婚してなくて、痩せてるだけでモテるようになるんですよ。 顔の造形って割と年取っておっちゃんになると結構どうでもよくなってて、あの、ハゲてなければですよ。で、割とそのイケメンな人ってどんどん結婚しちゃうので、そうすると、あの、痩せててまともな仕事をしているっていうだけで、あの、ランキング上がるんですよ。要はその 小学校の時の同級生40人で、そのなんか20人が男性で20人が女性だとしました。で、そのなんか20人の中で、じゃあ17位ぐらいだったとして、そのトップ1、2、3の持てる子たちっていうのはもうなんか高校とか大学とかでもう彼女ができて、で、社会人になったら結婚しますっていうので、まず社会人になった途端に20人のうち5人ぐらい結婚するんですよ。で、そうするとあの15人になるので、自分の順位がその 5, 5人分上がるんですよね。なので17位だった子が12位になるんですよ。 で、社会人を3、5年ぐらいやっとくと、中継27歳とかになると、割とそれなりにこう会社の中で管理職になったりとか、お金に余裕ができたりして、また結婚する人たち出てくるんですよ。で、そこでまた5人ぐらい抜けますと。で、そこでもう10人減ってるので、そうすると、今度はもう実はそのトップ10に入ってるんですよ。 トップ10といっても10人のうちの7番目なんですけどとはいえトップ10に入ってるんですよなのでだたいね20後半までになると実はトップ10に入っていてで30過ぎると女性の方があの結婚した意欲がめっちゃ強くなったりするんですよ要はその子供を産みたいと思ってる人の場合って35までには結婚して子供を産まなきゃいけないよねっていうのその高齢出産になると。 あの何かと大変なので。っていうのがあったりするので、でなので、ハゲてないとか、ちゃんと働いてるとか、その清潔感のある服装をしてるとかっていうだけで、そのトップ7だったのがトップ3ぐらいまで上がったりするんですよね。他の人がハゲたりなんだったりで、どんどん勝手に脱落していくので。なので、そのなんか、顔の造形って、実は男性が30過ぎると、そんなに重要ではないんですよ。なので、あの、まともな会社で働いてるブサイクとかも平気で結婚してたりするので、あの、死んだ魚をしてる性格の悪いデブなおっさんが、なんか最近、あの、 声優の人になんか好かれてるっていうのを聞いて僕はびっくりしたんですけどまあそんな感じでブサイクでもなんとかなるらしいですよ。